現在毎週日曜朝9時フジテレビ他にて大人気放送中のアニメデジモンゴーストゲーム、今回は最終回の収録を終えたばかりのキャストに収録の裏話、そしてラストに向けての意気込みを伺いました。題して最終回直前ここでしか見られないデジモンゴーストゲームキャスト特別メッセージ、それでは早速ご覧いただきましょう。デジモンゴーストゲーム最終回なんて寂しい寂しい寂しいですね。今日はスペシャル編です。キャスト大集合でお届けしたいと思います。はい、楽しくやっていきたいと思います。はい、まずは自己紹介から。私天の川博役田村睦美です。そして俺タンボモンやらせていただきました沢城みゆきです。イエーイ。アンゴラモン月夜のルリ役を演じさせていただいております小林優です。はい、よろしくお願いします。なんやらかんやらでルリを守る嬉しい。アンゴラモン役の中井和也です。イエーイよ。いつも騒いでいてすみません東三たらい清志郎役の石田です。最高みーはずっとずっとダーリンと一緒さ。羨ましい。羨ましい。ジェリーモン役の島村優です。はい、最終回放送前にこれまでを振り返っての感想とファンの皆さんにコメントをということらしいんですけど、ロビーでね我々ちょっといろいろ喋らせてもらってたりしてたじゃないですか。ロビーで？ロビーでアフレコブの時に、そう、なんかそんなような雰囲気感が伝わればいいですよ、ね、ということらしいので、ね、我々のね、はい、私たちがいかに仲良しかっていう、はい、ことを。じゃああれですか、僕は先に帰っていいってことですか。ちょっと待って。でも石川さん僕はねさっさと帰るからね。いや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 、スタジオからね。この番組では石田さんいてくれると大評判です。そうですよ、はい、そうですか。本当に。じゃあ頑張って参加します。ありがとうございます。しかもやっぱねコロナ禍ってこともあって人数少ない感じで撮っていたので結構私だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんですけど石田さんとお話できました。そうなんです。一人占めの時あったよね。ありました、ね、二人っきりみたいなね。ブースに走ってたよ。ごめんなさい。本当ね島村さんがねずっと羨ましい羨ましいって。あ、すみません、その時に話してたことは番組とは全く関係ない落語の話をしてました。そこですよ、そこですよ。本当申し訳ない。だからこそですよ。最高です。本当にありがとうございます。はい、ゴーストゲームの話もねしたいと思うんですけれども、どうでしたか。ざっくりざっくり誰かを刺した方がいいのかな。怖い怖い怖い。じゃあそうだな、中井さん。ほらな、だってこれ無駄に喋るから。あのね違うんですよ、ブース今我々違うところにいるんで、はい、刺されるのがすごい怖いのね。怖い。気配が読めないからね。めっちゃ怖いのね。僕は一番なんかまあ本当申し訳ないなと思ってるのはほら一番最後にくっつく、はいはいはい、デジモンさんの紹介のコーナーがあるじゃないですか。ありましたね。あれのとこでほら田村さん、はい、我々ですよ。はい、はい、あ、はい、我々はなんかこうサラサラっとこうチェット終わらせて、あ、そうですね。あとねゆうちゃんとね、はい、石田さんがもう悪戦苦闘しながら時間の中にねじ込んでいくの申し訳ないなと思いながらいつも色の調査ファイルね。なるほど、私はずっと聞いてた。本当にすいません。本当は怒ってましたよね石田さんね。え、怒ってたんですか。いや僕は怒ってないです。だって最後なんか泣き言言うだけですから。そんなそんなことない。だからあれはあの部分は短くしようがないというか、確かにどうしようもないぐらいのセリフ量しかないので、あとはもう他の皆さんで短く短く、特に小林さんの解説部分を短くしながら怖がらせるっていう大変なことをねしてもらって、毎回私のしわ寄せは全部石田さんに言ってしまって、で石田さんが全部素敵にフォローしてくださって本当にありがとうございます。いやいや、でもゆうさん本当にすごいセリフ量でしたもんね。本当にありがたいんですけど、石田さん申し訳ございません。いや、とんでもないっていうか、もうちょっと尺伸ばしてくれればいいのに、あのコーナー。本当にね。
本編ちょっと巻けばよかった。本編を巻く。いやいやいや、ちょっと早めに早口で最後の方なんかあのアンゴラモンのなんかあのあの謎ポエムみたいなポエムをなんかちょっとプシュプシュって言ってもらう。おいおいおいあれいらねえってか。あれいらねえってか。ゆりちゃんが泣いちゃいます。そうだよね。あれあれで大丈夫。たまになくなる時やったじゃないですか。そう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 。ショックだったですよね。なくなる時。あの地味にちょっとショックなんだわあれな。そうですよ。ナチュラルになかった。あれ不評みたいな感じで。いやいやいや癒されてたんですけどね。そうですよ。ね、あれをなんかスッとルリが流すとか最高。あいいっすよね。最高。ああ聞いてねえなこの人なみたいなのがすごい好きでしたけど、ね。本当ですか。なんか集合写真休んじゃった人の感じでこうアンゴラマンが映ってわざわざポエム言ってた時とかもありまして。可愛かった。あれ可愛かったですね。キュン。えじゃあ島村優さん。はい。来た。どうでしたか。いやもうダーリンが可愛くて腰込んでもう私本当に石田さんをダーリンって呼べる役が やれて本当に私得しかないっていうかもうすみませんあのちょっと外でもダーリンって呼ばせてもらったりとかしてたのありましたねありましたねそういうなんだろうこの久しぶりに込み上げてくるこの思いはジェラシーですかどんな思いをなんだろうこれがジェラシー無駄に持ち上げてもらってるありがたい番組だなここみんな石田さんにメロメロなんですよあの一番でもメロメロなのは梶谷さんだから、ね、そうですね間違いないもう本当にねイベントの時に石田さんと写真撮れたのがもう超嬉しいそうとてもあんなにデレデレしてるお顔を初めて拝見しました本当に素敵ですよね、ねゆうちゃんの取ってつけた感がとてもいいですねそんなことないなんかねそんな小林優さんはどうでしたかいや本当に、ま、作品、ま、もちろん大好きで、はい、るいちゃんもみんなのことも大好き で役者の皆さんも素敵な、ね、みんなも本当に大好きだし毎週ここに来させていただくの私いつも言ってるんですけど、はい、すごい本当に大切な時間でした、うんうん、それでスタッフの皆様も本当に温かくって、うんうん、でいつも食べるものを用意してくださっていてパン配りおじさんね本当にありがたくてそれがなんかみんなを和ませてくださってあとファミリーっていう、ね、そういうのを本当にいただいていて、ね、であのアフレコブースの中にもこのこれなんて機械の空気清浄機ですねコロナ禍なんで空気清浄機そでそれをみんなで押しに行くそう奪い合いながらねそうそうで私いつの間にかみんなで競って走って石田さんも参加してくださったしありがとうなんかあのスタジオでこう座ってる順番から言うと僕が一番ドアに遠いところに座ってたりすること多いから、はい、ドア開けるみたいな重労働は男がやればいいことじゃないですそんなそれなのに僕は空気清浄機のボタンを押すだけっていういやいやそういう楽をさせてもらってます石田さんがボタンを押してくれるんですよなんだそれ本当にですなんかそういうのすらもね楽しかったですよね楽しかったです本当だってスタジオこんなに走ることないですもんね走んないよ確かに全力でそんな楽しい現場でしたねはいえむちゃんむちゃん、はい、いいんだよガンマモンのろけていやもうねガンマモンはねマジで可愛いいつでも可愛いんですけど結構沢城さんと会うと沢城さんめちゃくちゃ優しくって、うん、そうだそうだそうみんなにねあれなんですよあの肩甲骨をこうギュッと寄せようっていうねあのグッズをねくださったりとかそうありがとうみんなでみんなでねロビーで運動したりとかしましたよね付き合ってくれてとかあと本当にあの結構先輩方がいっぱいいらっしゃる現場なんですけど、うん、あの率先して話しかけに行ってくださるからこうなんていうんですか突破口みたいな私須郷さんを突破してたもうすごかったですよあの突破力がそうだからなんかそれに続いて私もみたいな感じでいろんな方とお話できたりとかして本当にありがたかったですね。いやでも毎度ゲストの方が本当に豪華だったからね。そう、そうなんだね。ね緊張はするけど嬉しい気持ちの方が勝っちゃって、わーってコロナ禍だけどあの距離を取りながら、はい、距離をね取りながら言ってた気がしますよ毎週。ですね。いやしかもあの田代さんは本当にあのガンマモン可愛い役だけじゃなくてグルスガンマモンとかも。あらゆるガンマモンをやるじゃないですか。私グルスガンマモンを横で聞いてて本当に気持ちがいいかっこいいですよね本当、ね、素敵、ね、そう私これからのラスト2話で、はい、
もうちょっと沢城さん劇場ですよね。ね、そうですね、見てほしいんです皆さんに。なんかもうね、一生分ぐらい人を罵ったような気もするっていう。いやでも本当に今後のね展開も、あー落ちた、大丈夫、うちゃん、どうした、スタジオ内ってそんなに危ないことなんかある？こっちから見えてないけど、うわーっつったけど、ベルトが落ちました。ベルト、そういうやっぱりゴーストゲーム、ゴーストゲームホラーですからね、今なんかが忍び寄ってきたのかもしれない。大丈夫、でもそうホラーでしたけど、いろんな怖さがあってね、楽しい現場だったと思いますね、はい。あ、石田さん喋って、はい、いっぱい喋ってくれましたけど、どうでしたか？人のターンでちょくちょく挟んでたからもう大丈夫。もう大丈夫宣言。確かにいっぱい喋ってくれました。あれ沢城さん、私もむっちゃんのターンでいっぱい喋ったからもう大丈夫。あ、わかりました、うん、じゃあいいっすかね。なんかロビーでみんなで喋ってる雰囲気とかなんか感じていただけたんじゃないかなと思います。今ね、その最終回2話を目前にして2週休みが挟まるというね。なんと、そう、しかもこの時期ですから、あれゴーストゲームってもしかしてもう終わってしまったんじゃないのとかってね、思うかもしれないですけれども、まだです。そう、ラストに向けてすごい展開が待っていますので、うん、ぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、せーの、バイバーイ。バイバーイ。デジモンゴーストゲームキャスト特別メッセージ、いかがだったでしょうか。ついにあと2話となったデジモンゴーストゲーム、3月19日放送第66話、破滅の漆黒竜、3月26日放送最終回、全てを喰らうもの、キャスト、スタッフの思いのこもった1年半の集大成をお見逃しなく。それではデジモンゴーストゲームの放送をお楽しみに。みんなの感想コメントも待ってるぞ。